はい、ウェイ、どうも、ロシエルです。よっ。はい、今回は、アースウォーズというソフトをやっていきまーす。これでいいや。なんか、すごいコンボゲーらしい。プレイステーション4で2000円で配信されています。濃いなぁ、掘り深。これより諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーションドーン・ボブ・ジアース地球の夜明け作戦。いやこれは世界各地に存在するイーバー生息圏、通称ネストのうちの一つ、アラスカネスト内に位置する敵エネルギー輸送プラントを捕獲し、イーバー母星へ進行することを目的とした大規模作戦である。本作戦はニューヨーク、ウィスコンシンを攻略し、カナダを経て最終目的地であるアラスカ到達を目指す。特殊強化兵部隊は第7艦隊の砲撃開始と同時にニューヨークネスト上空から強襲を敢行。全隊員の降下を確認後、ニューヨークネストの中心部グランドターミナルを占拠するバロン級イーバーケルベロスの討伐へ向かえ。それでは諸君らの奮闘に期待する。ミッション3で勝ったぞ、ケロベロス。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。さあ、人類反撃の呪しを上げろ。全体、こちらビクター1、全員の降下を確認した。現時刻よりグランドターミナルに向け進軍を開始せよ。あー、三角弾使うな。エネミー、発信者の木どもが騒ぎ出したぞ。この剣で切り刻んでやる。あー、はい、これは強化パーツ。ここは倒してない。なるほど、ブーストが何だろう。準備になる。うん、弾全然ねえな。説明書は一番読んでたよ。おう、禁止のイーバーにはデストロイアタックだ。とどめの一撃をお見舞いしてやれ。あ、これかな。あ、これっぽいな。いい感じじゃねえか。俺らが分かる。これがデストロイアタック見えない。課題だけが取り合うワニ野郎だ。油断を奪って相当を削り取って。これはアイスキンを使う。いやいや、めっちゃ痛い。待って、空中の中こんなのができる。何これ、やべえ。待って、見たいです。え、やべえ、超楽しい。あ、そうそう、さっきな。弾は近づきながら拾う感じだな。あの攻撃は弾くことができなさそうだ。うまく相手の裏側に回り込め。なんでスライディング。あ、ほんとのスライディングになった。あ、これスポイッチンがいいんですよ。
あ、これ俺に言っちゃうんだけど、パチパチやりたいんだよ。うわ、いや、バンドお前ら無能すぎんだろ。ブーストはなんだ、自動回復か。違う、攻撃し、あ、自動回復っぽいな。おお、普段飛んでるイーバーは厄介だ。素早くブーストで使って、なるほどね、叩き落とせ。ブーストなんだ、いい感じじゃねえか。いやー、これいい、楽しい、普通に楽しい。休んでる暇はないぞ。襲われたら急いで切り抜けろ。受けたらいけない、受けたゴールまで。いいね、もうちょっと可愛さがいいね。なんでダメージってことは、ダメージは時間か、しかも必要ないんだ。こんだけでかいんまだ全機能使ってないと、もうちょっと動画の方ターミナル構内にバロン級の反応あり、発見次第殲滅せよ。人間の上から強化パーツつけた感じなのかな。ガタいいな、男キャラ。お、おう、これは三。お犬ちゃんの登場だ。しっかり可愛がってやれ。まずは左右の首から破壊しろ。ビビじゃねえかよ。やばい、特定ポイント。やばい、これ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 。やばい、ペロペロ。
うわむずいね。やってくれたな。追加に再生。ああはいはい、これがあれか。ショックでかいな。あと1人倒せるぐらいな。HQ、こちらビクター1バルン級ウィーバーケルベロスの沈黙を確認した。諸君、ご苦労。トロフィー自体どうなの。ダウンロードゲームだからね。あ、プラチナあるな。これはプラチナか。あ、でもそんなないな。でもこのゲームはこちらですね。はい、プレイステーションストアのダウンロード専用ゲームですね。はい、表示遅っ。こちらのゲームのダウンロード専用ゲームのこれ2000円ですね。お値段はもうこっちだったから表示されない。投げを使った、投げ使ったっけ。クジコンの下顔攻撃を見せる。そうでもない。綺麗にブースターがあれば使ってこいにしてやる。ランクは何なんだろう。レベルあるからどんどん攻撃増えてる感じかな。さっきの戦いご苦労だ。ニューヨーク奪還作戦。取れているかな。よし。いやもう余裕ないよ、ミユ。俺が生きているうちにこの戦いの記録を残して。あとちょっとしたら多分。俺たちアンチの力は絶大だ。この絶望的な状況を覆せるかもしれない。自分で言う。新兵たち、ジョニー、トーマスでさえ強化兵となった途端。一般兵とは比べ物にならない戦力になった。全員弱かった。ニューヨーク奪還が成功してから部隊の士気も高まっている。希望が見えてきた。俺たちはきっとイーバに勝てるはずだ。これフラグじゃねえの。はいはいはい、調査兵役残りなんだ。アメリカン。こう複数種の意見が存在する条件を見せて開いても、おお二刀流できんじゃん。二刀流したいんだけどマジで。嫌だなーこいつに頼むの。お前たちの扱う生体武装はイーバの体組織と金属を結合させてできている。それを神経に直接つないだり体内に組み込むことで自分の体と同じように制御できる。あれかな、人気かな。やつらの生体組織やジャンクパーツを得たらわしのところに持ってこい。すぐにでも武器を作ってやる。ガチごっといたな。1しか上がんないアタックは。なるほどね。おお、中日チックデザイン。解体もできんだ。何、左で装備できないのと。アクセサリーもない。基本装備え、超なんか、なんか中日チックな。メガネむっちゃ欲しいんだけど。エネルギー、金か。
インナースーツあった、変わんねえ。まあいいやっていこう。スキル習得設定なんだろう、私の担当は監獄学園のあれだ。特殊強化兵の能力開発、あなたたちは戦闘経験を積み重ねることでさらに強くなれる。特殊強化兵理論を提唱した私が言うのだから間違いないわ。そこで出演されたらもう問題や、ね、あなたの秘める可能性私に見せてちょうだい。たかが知れてると思うよ。能力制限、攻撃は何だろう。あのさ、単純にさ、あれを、二刀流を入手したい。スタイル変更、再現の範囲でブースト1。スタイル変更へ。ああはいはい、なるほどね。ここまでつけられますよ的な、伸ばしていく感じか。普通のアタックは欲しくない。あ、で、そのレベルの分スキルはお前にくれてやろうってことか。ちょっと、アタック1。二刀流、ん？どういうことだ？むっちゃあるやんけ、スキル。いや。スキル。二刀流が、あ、体験で100回攻撃、二刀流欲しいよ。とりあえずね、テクニックで二刀流が出ることを祈ってやろう。で、これ終わったら撮影終了します。はい、今日は早めの終わり。1時間前に帰還した先行部隊より調査報告が入った。結構早かったな。いまだアンダーグラウンドネットワーク内には、まあ、イベントは後でやろう。全体こちらビクターは、俺だけなんか中二みたいになってる。これよりポータル設置任務を開始する。もう行っていい？お前らどうやって来た？もう暗い。グラビティディーズの漫画のパートみたいになってる。これがエナジーかな？キャパシティ。遠い昔魔王を倒した世界にもたらした勇者の歩み、大奇跡。たくさん見せる。頑張って。勇者の遺品とか見つかるんじゃない、そのうち。ひどいありさま。本当にここが地下鉄だったっていうの？地下鉄はなかったと思う。スーツタイクのワニどもがここで迎えて。今、立ち回れ。クリア。イエーイ。これ上を押すとこういう風に出るし、ピックを倒したら見ると技がめっちゃ出る。
違う違う、寒い寒い。ポイントアルファのクリアを確認。次のポイントへ向かう。結構食らったな。出撃回数が2回だ。何かに削り取られたような。どうやったらここまで破壊できるんだ。それは知らねえ。何かいるぞ。やばいぞ、デルメインのあいつじゃねえか。切り刻まれるぞ、銃だね。ヤツが潜っている間はダメージを与えられない。地中から出た瞬間を狙え。デビメイじゃねえか。フォーじゃねえか。バラエティーを豊かだな。オッケー。ポイントブラボーをクリア。続いてポイントチャーリーへ向かう。チャーリーに向かうってよ。ゲーセンなんかありそうだよね、こういうの。ザコには構うな。倒したところでいくらでも湧いてくるからな。マジで。なんかありそう。違うな。くそ。上っぽいな。いたな。死んでいないだと。どっちだ正解は。とりあえず行こう。あれ戻るけどいいのかな。上の方出た。こっちっぽいな。ブースがない。クリア。こんなコマンドがあって今偶然見つけた。セットポイントはこの先よ。一回で世界ルート来ちゃったっぽいな。面白くない。びっくりした。ジャパニーズ忍者。忍者コミュニティじゃねえ。何やってんだ。仲間戦って。強くねえか。マジで。あの蹴り上げが入れば。こちら HQ、 アルファ、ブラボー、チャーリー全ポイントのクリアを確認。ポイントチャーリーへのポータル設置確認後帰還せよ。やばいぞ、封印された右目がうずくね。死んだけどな。投げを使ってその投げが分かんねえんだよな。よ残存勢力の処理並びに調査ポータル設置にも。うるせえな、顔が濃いんだよ顔が。
新たな武装が。とりあえず二刀流したいんだよな。片手剣、これむっちゃ欲しい。絶対カターナやん。メガネはな、俺のキャラに合わなさそうだな。そう、それじゃあ今回ここに終了ですね。その前に、え、二刀流いけたかと思った。二刀剣じゃいけんじゃね。能力不足、どうやったら二刀流できるんだろう。ということで今回ここに終了だ。じゃあな、また会おう。